皆さん、おごめん。大分の高っち親方です。ただいま私は熊本県南阿蘇村におります。本日2021年3月7日新阿蘇大橋開通です。イエイ。ということで、阿蘇大橋という橋がございましたが、2016年の春、熊本地震で崩落をいたしました。そして約5年の時を経て、新しい阿蘇大橋が本日午後3時から開通をしております。ちょっと見えますかね、こちらですね、もう私もどの部分が橋かちょっとわからないんですけれども、ここ今切り通しができてますけれども、おそらく今もう橋の上に間もなく乗るかなというところでございます。全長555メーターぐらいでしたかね。国道325号線ですね。南阿蘇地域と、熊本市や菊池郡ですねなど、つなげる大動脈でございます。ついにですね開通をいたしまして、国道57号はですね県道が昨年の秋に開通しまして、でその際ですね古い方の阿蘇大橋やらですねスカルの崩れなどもご紹介いたしましたが、その際にもですね遠くからご紹介していたこの阿蘇大橋、今ちょうど目の前、間もなく乗りますけれども、ついにですね春、24時間体制で工事を急ピッチで進められてですね、なんと予定よりも1年以上早く橋が開通をいたしました。本当にですね工事関係者の皆様本当にありがとうございます。そしてですねいよいよ開通日3時からということで、私は南阿蘇側からですねずっと今阿蘇の方ですね、立野の方に向けて、走っておりますが、ちょうど3時の時ですね、私325号線は、どこになるんですどちらになるんですかね、なんていうかあそこ、要はカフェ街があるところで結構いまして、多分 4,5 キロは離れていたような気がします。でそこから今、ちょうどですね4時今20分になろうかとしておりますが、1時間半ぐらいかかりました。で今左右にですね左に休憩所や展望室、そして右がですねこちら、ですね記念式典があった場所のようでございますね。ですね、ごめんなさい、ちょっといろいろ見てましたけど、合流がありまして、いよ開通いたしまして、それでは今から橋に乗ります。橋の間はちょっと静かにということでしたいんですが、柵フェンスをですね、今頑丈にされておりまして、で今ちょうど対面しているのがですね、阿蘇側から、南阿蘇、北部から南の方に行くというルート、で私が今向かっているのが、南阿蘇から、北の熊本の方ですね、こちら、大分方面に私はこれから帰るわけですけれども、今歩行者用の、通路も、ね、ございまして、そしてこれ今雨の中ですけれども、無事今日は開通ができて本当におめでとうございますということと、右手見るとすごいですね、滝、大きな滝もございます。津軽の滝でしょうかね。熊本地震から5年、東日本大震災からもう10年になりますけれども、無事にですねこうやって少しずつ、かつての日常が戻りつつあります。これを、今から渡って右に私は向かいます。左は左専用の通路がございまして、右に行くと阿蘇市街地や大分県竹田市などに向かいます。で今からこちらに、戻りますけども、大肥本線が昨年の夏に全線復旧、そして、この阿蘇大橋ですね、が今日来て、その間に国道57号、北側の復旧ルートと、原道の、復旧と、ございまして、無事に、本日ですねこうやって少しずつ阿蘇観光圏やですね交通網が戻っております。これからまたコロナもね落ち着いてほしいんですけれども、なんとかまたこの熊本がね
我慢して、ね、頑張ってという意味ですけれども、元気になっていただければというような思いでございます。まあ、前回こちらですね、すがるの崩れ屋をご紹介いたしまして、今日は寄りませんけれども、デビッタもおそらく今ピントがずれてると思いますけれども、はい、ですね、まあ、ぜひそちらの動画をご覧いただいて、またそしてですね、熊本のことも、まあ、私これからご紹介していく予定でございます。まあ、私第二のふるさとでもございますので、まあ、大分熊本そしては宮崎と今ね中九州の九州中央のスタンプラリーも行っているということでございますので、また九州から頑張っていきましょうということでですね、もうあっという間で1時間半ぐらいかかりながらようやく橋、渡りきれました。まあ、本日は、新阿蘇大橋の、渡り初めを、早速してまいりましたという動画でございました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。もしよろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まもなく800人でチャンネル登録者数、一瞬今日は800いったんですがちょっと3人ほど減りまして、けどまた、徐々に増やしていただければありがたいですし、まあ、熊本や大分のことを、引き続きご紹介してまいりますのでよろしくお願いいたします。それではまた、どすこい。